でさ、先日あげた TikTok の裏側なんですけど、うん、前あげたダンスと同じことしてませんか？だってダンスあれしか知らないもん。あれだけ。てか TikTok って何なのかもちょっと分かんない。まあ、これさんがそう言うと思いまして、今日 TikTok の大先生をお呼びしております。先生？先生。ほう。まあ、とりあえず会議室来てください。先生？誰？誰？何？え、先生っていうのは南国ミートボールの助けてくださってお願いします。そっか、すごい TikTok フォロワーいるもんね。まあまあまあ。え、今日教えてくださる？ぜひ。うわ、お願いします。お願いします。お願いします。嬉しい、贅沢。先生、私、はい、今回コニゴルの TikTok をアカウントは作ったんですよ。見ましたね。見ました。でなんか頑張ってちょっと投稿してみたんですけど、うん、はい、結局なんか TikTok って何を投稿すればいいかも分かんないし、うん、そもそも何なのかっていうのが分かんないんですよ。うん、まあ、そこをまあなんか改善できることをいろいろ説明できれば。なるほどね。改善できるところがあったんだ。まだいろいろ説明させてもらってもいいですか？はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあまずそもそも、うん、TikTok とはっていうところになってくるんですけど、はい、で小西さん、 TikTok 日本で今何人の人がダウンロードしてると思いますか？ちょっとじゃあ、3択形式で、はい、1、700万人、2、1000万人、3、1600万人。日本の人口は10代、20代結構少ないんで、多分700万人です。違います。違います。全然違います。え、違います。正解が3番の1600万人です。で、まあ、60% 以上がやっぱり20代前半から10代後半から20代前半の方って言われてるので、うん、はいはい、800万人以上の方が若い層でアカウントを持ってるっていうような現状が今の日本の TikTok になります。今アプリのダウンロード回数が今日本で1位っていうアプリで、そっか、でこう画像や文字から動画の時代になったのがもう TikTok の始まりということで、画像や文字から、例えばインスタグラムが主に写真の投稿だったりしたんですけど、まあ、そこからやっぱ動画っていうものがメインで扱われるようになったのが TikTok からの始まりっていう感じで今なってます。ちょっとアプリの使い方を説明させていただければと思うんですけど、ここちょっとゾノ君にアプリの使い方をはいなかった台本でびっくりした。いや別にそう、 TikTok って10代と20代しかやっちゃダメですよみたいなのもないですもんね。ない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 、なってないです、ね、なんならおじいちゃんとかで、はい、100万人あのフォロワーとか獲得してる人もいるんですよ。おお、例えば40代50代の方でも30や、まだ30代や、30よバシッて効果も入れといてね、ちゃんと叩くやつでちょっと今 TikTok のアプリ開いてもらってもいいですか？はい。これさ、南国ミートボールフォローしていただけてますか？したいんですよ。しかも皆さんの見たいんですけど、検索の仕方が分かんなくて、でどこにもあの虫眼鏡がないから、猫の虫眼鏡探すのがないから、もうここのオーガニックっていうのなんかからも永遠に南国ミートボールが出てくるまで探したんですけど、やっぱなかなか出てこなくて。な、はい、本当に簡単です、これは。はい、本当に簡単です。ここ下にあるじゃないですか、ツールがあります。はい、はい、じゃあ押していきますか。これレコメンドってところがレコメンド、はい、これ見れます。で、まあ、左一番右ですね、プロフィール、プロフィール、ここもプロフィールですね。はい、でここメッセージっていうのが、まあ、コメントとかあったり通知だったり見れる。次にあの、はい、じゃあもう一番上の右上見てみましょう。あ、あの小西さんが言ったの虫眼鏡、虫眼鏡、虫眼鏡みたいなありました、大好きの虫眼鏡。あ、違う違う、虫眼鏡じゃん、だって、はい、虫眼鏡押してみましょう、うん、これ、はい、おお、したら検索できるんですよ。あ、なるほど、これで例えば南国ミートボール、そしたら南国ミートできます。あ、出てくる、すごい。でこれ押したら押してみると出てきました。でもちょっと待って、あ、そっか、でここにこのなんかチャンネル登録みたいななんかのがあるから、はい、これを押していただいて、ここを押すと、したら、ね、お、ちょっと待って、 110.3K ってキロバイト、なんだろう。まあ、110点、あとで説明します、ね、あ、なるほど、はい、これをじゃあフォローしていただいて、あ、これをフォローすると、イエス、イエス、なるほど、はいはい、イエス、こっちに通知が、はい、こっちに通知が、あ、フォローされましたよと。あ、今来ました、ここにゴルフが、あ、なるほど、フォロー、だからフォロー返し、イエス、イエス、イエス、イ
そんな感じで検索していただくと、はい、TikTok を伸ばす上で一番大事になってくるのが、うん、はい、ちょっと大事なの、あ、テンポじゃない、なんかこうもうパッパってされるから最初の3秒で掴むみたいな、あ、いいですね、いい線いってます。これ大事になってくるのはこちらです、はい、視聴維持率、うん、視聴維持率っていうのは、はい、この1本の動画に対して視聴者さんが、どんくらい動画を見てくれてるのか、うんうん、例えば30秒の動画を15秒見たら視聴維持率は 50% になるわけですよ、うん、そこが高ければ高いほど TikTok っていうのは結構伸びやすくなってきます。で、TikTok のちょっとアルゴリズム上必ず再生数が最初100回近くは必ず回るようになってるんですよね、フォロワーがゼロの場合でも、はい、そのフォロワーがゼロでも再生数が100近く回って、例えばその100再生の中でいいねの割合が高かったり、この視聴維持率が長かったりすると、次100人が500人になって、でその500人の中でも視聴維持率が高かったりしたら次1000人1万人どんどんなっていくっていうことになるんですよ。やっぱさっき小西さんおっしゃった開始の3秒ぐらいっておっしゃったんですけども、本当開始の1秒がすごい大事になってくるのが TikTok。 開始1秒も大事だし、そっから最後まで見せるクオリティも大事ってことです。そうです。何それ。そこでちょっと自分たちが撮った作が別に長い動画じゃなくて短い動画でも最後まで見てもらおうっていう作戦で、最後にこうナイスっていうのを入れるようにして一旦動画を締めてるわけなんですけど、そのですね、僕らの動画がバズったやつ、はい、で今ただいま現在470万回再生されてる動画で、17万いいね、はい、17万いいね、よし、シゲゴキャッチボールやるぞ、初球出て、初球、初球してか、あ、お前どうしたお前、ナイスっていう、もう本当に本当にあれ旗からないから、しょうもない動画なんですよ。これはまずタイトルちゃんと説明しなきゃ。タイトル説明しますね。ただ単にキャッチボールしてるだけじゃないですよ、うん、あの彼女の方が野球が上手かった時の対処法っていうことで、なるほどね、これでもタイトルとかが、はい、タイトルも結構大事。じゃあタイトルって大事なんですね。大事ですね。例えばなんですけど、先日横西さんがちょっとダンスの動画を上げたのを見てたんですけど、はい、例えばあれを自分たち、うん、自分だったらどう、うん、視聴維持率を伸ばすかって考えると、はい、例えば小西さん何歳だと思いますかみたいなテロップを入れるだけで見てる人は考えるんですよね、その時間。問いかけ？そうです、ね。そうです。はい。で、またコメントに誘導することによって、はい、またエンゲージがそこで上がったり。コメントに誘導する、あ、そうです、何歳か当ててみてねとか。で、見てる人は小西さんを見て何歳か考えたりするっていうので、またこの時間が長くなってくるっていうのが一つの。コツかなと自分はこの間の動画だったら思った感じですか。なんか TikTok ってなんかもう娯楽、完全娯楽かと思ったけど、深いですよね。深いね。めちゃくちゃ深いんですよ。本当今回の動画だったらそういう視聴維持率を上げる方法とかをちょっと頭をひねるだけでいろいろできたりするんで、それをいろいろやっていければなと思ってるところです。で、じゃあ実際に自分たちについて説明させてもらいたいんですけど、はい、先ほどちょっと 110.3K っていう今自分たちのフォロワーになるんですけど、うん、そうです、これが今一応11万300人の方にフォローしていただけてるっていうのが TikTok の現状に、じゃあ東京ドームが2回埋まる分ぐらいのフォロワーの 方にフォローしていただいてるっていうのが今すごい、え、めちゃくちゃレジェンド。なんか、いやいや、それこそ自分たちが伸びたのが 1年2年前ぐらいなので、その時はやっぱりちょっとトレンドを作れたじゃないですけど、そういうのがあったんで、まあ、最近最後なかなか TikTok に力を、動画投稿に入れられてなくて、またちょっとやれたらなっていうふうに思ってるところです。宮崎でもまだ結構いっぱいいる方いるので、うん、3番目、4番目とかだと思うんですけど、でもバズる動画の作り方は本当にこう維持率と、まあ、うん、コメントだったりいいねを大事にしていくと、うん、TikTok は伸びやすいっていうような感じがあるので、どんどん広まっていくっていう感じになります。ほうほうほう。自分たち南国ミートボールの YouTube で、うん、唯一13万再生されてる動画があるんですけど、13万 YouTube で唯一ね。いや、すごい。それがやっぱ一番 TikTok からの導入が綺麗にいった場合で、で、南国ミートボールの場合は、TikTok が190万再生されたんですよ。190万再生、これが、YouTube の切り抜きになるんですけど、あ、YouTube のダイジェストみたいな、はい、TikTok で
載せたんですよ。はいはい、ここから、YouTube に飛んでくれた方が13万再生ということですね。TikTok からの YouTube への導入っていうのが結構大事になってくるのかなっていうのは。はあ、そこもやっぱり最初の1秒とかを意識しつつ、うん、インパクトのあるタイトルと動画の作り方ってなってくるんで、うん、難しいんですけど、いや、あのね、その10代20代のいいと思う感性がわからない、はい、でもこれはいいと思うんですよ、実際全然いいと思う。なんか加工とかもあるじゃないですか、ここの画面にいっぱいにハートがわーって出たりとか、はい、まあいうのはなんかしない方がいいですよ。綺麗、ね、やから元がもうすごい美人。あ、そうかそうか。無加工でもいいぐらいですよ、ね。あ、じゃあちゃんとやって本当にちゃんとね、ちゃんとバズらせるお手伝いし。今度だからさっきみたいに視聴維持率を上げるためにここにテロップで、うん、テロップとかタイトルで、はい、何歳でしょうとか入れることによって、うん、ちょっと維持率を上げたりとかいう、はい、あ、この流れでいくと、まあ何歳でしょうここに書いてあって最後多分なんかこんなことしますよね。うん、はいはい、最後あのこうやってやるんで、多分、はい、これここだから上のテロップのところに何歳ですみたいな、うん、とか変えるだけでもなんか最後まで見切るんで、すごすぎる動画クリエイター。ただ踊ればいいわけではない。そうです、ね、あとダンスだけじゃないですよね、 TikTok って。そうなんですよ、それこそ自分たちが今11万人いるんですけど、うん、はい、ダンスの投稿が今一本もない。はあ、踊れないですよ、踊れないそもそも。まず自分たちの顔に多分需要がないので。需要ないです。いや難しい。だから結構結局小西さん自体のファンをつけていきたいんで、小西さんのことを好きになってもらいたいんですよ、視聴者に。なるほど、はい、だから小西さんの可愛いところだったり、うん、素敵なとこを上げていくと、ワンちゃんと戯れてる小西さんは多分可愛いんですよ。なるほど、はい、多分です。多分って、ね、そんなつけない。 今の一言いらないよね、うん、今もう一番レッドカードは退場に近い。退場だよ、退場。緊張してきた。これちょっと一個無理だったら無理って言ってくださいね。ちょっと無理なお願い、一個お願いがあるんですけど、実際にちょっと案をいただいた動画を撮りたいんですけど、なんかこうね、僕がプロデュースで一個の動画を撮影させていただきたいっていう。これはもうね、だってね、今突然お願いしたから、うん、まあまあちょっと厳しい。早い、早い、男気、かっこいい、ありがたい。じゃあちょっと撮ってみますか。撮ってみますか。はい、嬉しい。でも基本的なもうまとめとしては、はい、TikTok は今10代から20代の人に多く受けてるアプリということと、はいはい、アプリの使い方は先ほど説明させていただいた通り、はい、っていうのと、バズる動画はやっぱ視聴維持率だったり、うん、コメント、はい、いいねの割合とかが結構大事になってくる、うんうん、と YouTube への導入はやっぱ TikTok の、あ、 YouTube の切り抜きを TikTok で上げることによって YouTube へ飛ばしていくというような、この切り抜きも結構大事なシーンとか面白いシーンだけを本当短くギュッとまとめた動画を作っていくことが大事になってきます、うん、っていう感じで、はい、本当次はまあ編集の仕方とかいろいろ出てくると思うんで、はい、そこはまた教えていただければと思います。教えさせていただければと思います。ありがとうございます。じゃあ一応講義的なのはこれで終わって、じゃあ次動画を撮っていきたいと思います。コンビネンスマン調べたら多分出てくるんですよ。これ何が言ってあるか、あ、さまさにな、これ何でしょう。すごい、もう早速なんか練習というかリハしてたりするけど、やっぱすごいなんかね、お遊びとかでやってる感じじゃないの。ちゃんと楽しんでるけど、ちゃんと戦略がその裏にはある。勉強になる。やべ、いい気おはようございます。小西さん、小西さん、今からザ・ファーストテイクコンフィデンスマン JP。 何、今から3分間時間をあげますので、あのコンフィデンスマンのオープニングを、覚えてもらいます。3分で、そしてその一発撮りします。それではまた、いきます。マジですか。よよし、いいのができました。いやもうこれはいいね。いいです、楽しみにしていただきます。いや嬉しい。ということで、南国ミートボールプロデュースの動画、はい、ぜひ皆さん楽しみになさっていてください。はい、そしてもう今日教わったので TikTok また頑張っていくので、はい、ぜひ今度はコラボさせてください。はい、ぜひぜひ見守っててください。お願いします。バズりましょう、バズりましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張るよ。頑張りましょう。
最後までご覧くださってありがとうございます。 YouTube、Instagram、Facebook でのいいねもお待ちしています。チャンネル登録まだの方はぜひしてみてくださいね。